皆さんこんこにちは BNI 大阪セントリージョンでエグゼクティブディレクターをしております田渕幸です。本日は BNI をどのように効果的に活用するかというお話をさせていただきたいなというふうに思います。さあ、まず質問です。皆さんはどんな目的意識を持って BNI に参加されているでしょうか例えば売上を上げたいとか人脈を拡大したい。 とか自己成長のためとかまあいろいろな思いを持ってですね b a i に参加されていると思うんですけども私はですねこれ大きなくくりで見ると同じじゃないかなというふうに思っております。例えばどうですか皆さん売り上げを上げたいって思って入られて売り上げ上がったらどうですかね人脈広げたいって思って人脈が広がったら どうですかねその先がどうなるかっていうところを考えて行動しておかないとですねなんかそこで終わっちゃうっていうケースが見られるなというふうに思っておりますので私は先ほども申し上げたとおり大きなくくりで見るとですね、まあ、売り上げを上げること人脈を拡大すること、まあ、あとはですね自己成長することなどなどはですね実はこれを、まあ、皆さん言ってるんじゃないかなと。 いいうふうふに思いますのでちょっと私が今日その話をさせていただきますのでその意識で b n a を活用いただくと多分どん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 次の先を見据えて動けるようになると思いますので今日はねその話をさせていただきたいと思いますでは画面の共有をさせていただきますね As is to be という考え方ですさあ皆さんあるべき姿ですね こうなりたいなというあるべき姿、まあ、例えばそれが目標であったりだとかあるべき姿を思い浮かんで、でも現状はですねそこにはないわけですよ。現状はそこではないと。つまり、この間にはですね必ず課題が存在していますよね、課題があるべき姿に行くためにはですね課題が必ず存在しているわけですよ。つまり、BNI を活用するためにですね 意識していただきたいなと思う点は、ですねこの課題を解決するために BNI を使っていただきたいなと、この課題を解決するためにリファーラルマーケティングを使っていただきたいなということです。例えば、あるメンバーにとってのその課題は売り上げかもしれません。あるメンバーにとっての課題は人脈を広げておくということかもしれません。 あるメンバーにとっての課題はですね、自分の成長させていきたいというふうに思っているかもしれません。常にあるべき姿です、ね、を見据えて、現状、ね、必ず課題が存在します。その課題を解決するために BNI を活用いただくと、常に課題がないということはないと思いますので、まあ、常にどうやったらそれを BNI を使って課題を解消できるかなと。 というふうふに考えると、BNI への取り組みも変わってくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ大きなくくりで見ると、売り上げを上げること、人脈を広げること、成長、自己成長などなど、ですね多分それは皆さんの課題を解決するために、BNI に取り組まれていると思いますので、今後、ですねぜひ BNI をさらに活用するために、ですね自分はどこに行きたいのかなと、そしてそのための課題は何かなと。 課題を特定していただいて、じゃあその課題をどう BNI を使って解消しようかなという視点でですね、関わっていただくと、まあ、非常にこのリファーラルマーケティングっていうのが効果的に機能すると思いますし、この人脈ですよね、大阪セントリージョンで今、ね、700人近いメンバーがいますけれども、その人脈を活用、どうすればね活用できるかなということも考えていただけるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひですね 今後 BNI を活用するにあたって課題をです、ね、解消するために BNI を使っていただければなというふうに思っております。以上 BNI 大阪セントリージョンエグゼクティブディレクターの田淵幸でした。